この実況を見るときは部屋を暗くして画面に近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりましたけので、オッケーね。それではね、早速スターなんちゃら、スターなんちゃらね、あの名前覚えなきゃね、スターリングだね、スターリングやっていきたいかなと思います。さてのね、前回に引き続きなんですけれども、もうあのまま速攻2人プレイ。スターリンクテザーが弱まっています。はい、はい、じゃあもう飛びますね、僕。やっほい、見えねえこれ。ビビちゃん、俺の場所まで来れるかい。警告、スターリンクテザー切断寸前です。あれだ、上に飛びすぎたってこと。あ、離れすぎるとダメな、うん、アークみたいだね。ビビちゃんがどこにいるかわかんないから探し終わってみたい。でもこっちにポンと飛んでくるのは嬉しいね、離れても。うん、宇宙に出ろって言ってるから、これ上行かなきゃダメなんか。上行きまーす。警告、スターリンクチームが大気圏から離脱。わお、すげえ。性能違いすぎて追いつけなんだけど。いや、アービンですからね、僕ね。したらアービンにしようかな。まあできるもんね、そっちもね。ほら、やっぱできるんじゃない。まあこの際違うね、あの機体使ってもいいんじゃないかなって。操作性能悪いぞ。こっち今ずーっとブースだから、ギュイーン。船の性能悪すぎて壊れてる。船つか飛行機な。俺のこと見えるでしょ。スターリンクのデータベースをアップデート。おお、アベンジャーズの敵の船だ。今ガツってぶつかんなかった君、僕に。じゃ。我はこの時を待ちわびていた。何年も前にこの瞬間が来ることを予知していたのだ。ガーデンより捧げられし供物が今我が目の前にある。あの仮面外していただけますか。ついにノバを収穫する時が来たのだ。あの声がごもって聞こえないんです。遥か昔、ガーデンの神々がこのアトラスから旅立った時、ノバの秘密も一緒に持ち去ってしまった。非常に近いね。これからはお前が我がレイオンに奉仕する。そうか、ノバがお望みなんだ。なら仲間のもとへ返してくれ。お前の仲間は死んだ。さあ、この我にノバの作り方を教えるのだ。なんだこれ。そして貴様はガーデンの前にひざまずけ。生き地獄や。助かったよ。雑やな、随分。お前が、うん、よし、異常はなさそうだ。うわー、スターリングテクノロジーってすごいね。これで打倒ウルフに一歩近づいたな。せめてものレーサー、幸運を祈るよ。さあ行こう、みんな。またな。ファルコ声変わっちゃったな。情報集めるなら当てがあるよ。話してみるかい。信じられる情報は一つ。レギオンにはヒエラルキーがあって指揮官がいるんだ。連中の中身を暴いて調べるぞ。穏便な方法じゃないが、やる価値はある。サオタ決まれば早く行こう。遊ぶな。遊んでるわ。ほら行くよ。ああ大丈夫か、あんな扱いしちゃって。さてと始まったということで。
見せたいものがある。コンピューターを開いてくれ。コンピューターを開く。コンピューターを開く。プラスボタン。武器や機体をマスターしたら、ここで戦闘に役立つ新しいアビリティなどを獲得できる。完全ロックなんだが。ロック中って書いてある。スキルポイント、ほうほうほう。アップグレード。コスト、これはなんだ？エネルギー。ほう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 。ダメージ。ダメージ。アビリティかな。これが一番だな。ドゥドゥドゥン。他のもドゥドゥドゥンできんのかな。じゃあダメージ。あ、できないね。ドゥドゥドゥンできないわ。これでいいのかな、俺は。はい、ゆうじちゃんどうぞ。いい知らせだ。いや、だってないでしょ。始めたばっかり。あー、ないね。ん？ X ボタンでできんじゃない？違う、X ボタンや。A の右や。何かしらできんじゃないか？それでいいんじゃない？オッケー、オッケー、欲張らない。ドキドキしたドレイクはどちらもレギオンだ。つまりセントグランドの誘拐にはレギオンが関わってる。ほうほうほう。面白い意見だね。これちょっとでも僕らの調査によると、うん、レギオンにそれほどの知能はない。ちょっと何者かが操ってるんだ。まずそれが誰かを突き止めるんだ。レーダー出てないから。わあ、あんたたち知り合いのプロスペクターと気が合いそう。レギオンのヒエラルキーがどうのこうの言ってる。ヘイブンのじいさんでね。そうか、その人に聞こう。どこ？いやいや、だからあんたたち変だよって話。こんなの何の得になる？あれか。セントグランドをさらったやつを見た。加速。ロボットじゃなかった。そいつが知っていることを聞き出さないと。ブーン。わかった。イーライと話してみる。言っとくけど、やつはかなり気難しいからね。あんたと話す時だけじゃないか。へえ、冗談も言えるんだ。知らなかったよ。それと最後にハイパードライブを再稼働させた。小惑星に突っ込むなよ。パーツは少ないからな。うわ、なんだこれ。ああ、感謝するよレーザー。早っ。警告、アウトローの超空間トラップが接近。ほう。もうケンちゃん早すぎるんだ。じゃあ一回解こう。おお。機械悪すぎ。あ？機体性能の差がひどすぎ。全然追いつけ。いじめを受けたみたいな。しょー。マジでさ。ほらもう弱体化するんだからやめてよ。あ、そうなの？そうだよ。アーウィン楽しくてな。もう一回やんないぞ。置いてきぼりくらいでっかめビリビリになって消化されるんだから。後ろから来ましたね敵。ステージ前だった。チャンネル開放。ほらもうもうもうもはやもはや弱体化で。おら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 。ぶん殴る言われたけど。言えばいいじゃないか。おめえのおつむで何がわかる。俺様がレギオンをはめようとしてたらどうすんだ。だがせっかく来たんだ。何発か撃ってくれてもいいぞ。期待してくれ。こいつは敵。地図に赤い矢印が出るな。地図する画面。おい、そっちの方向くんだ。いってな。痛い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 。血に疲れてるか。うん、痛いぞ。ボタンやりづら、これマジで。いいやりづらいっちゃう。お、最高に興奮する戦いだったぜ。大したもんだよ。機体は小さいけど、このちっこいボタン押さなかった。そっちの機体と変わらない。大丈夫、俺の方がもっとちっこいよ。これは節穴のようだな。骨のあるやつだな。気に入ったぜ。それじゃまた会おう。また会おう。これは何だ。面倒なやつだ。ついてるね。
アウトローの掟は一つ。まあ、いや。まず撃つ。そして離さない。ここってそんなに危ないの？それがアトラス。物資保管庫やナンパ船が溢れている中域さ。そこにお宝があれば奪い合いになる。私だって追われてたろ。そう、だから僕らエクスペディションは基本的に惑星の重力緯度から出ないんだよ。最近じゃプロスペクターでさえ宇宙に出ることは稀だ。ほらね、頭でっかちくんすら賢くやってる。そうやっていかないとね。じゃなきゃ生き延びられない。すげえ、宇宙から星に移れるんだ。しっかりこれどこに降りるのか言ってくれないと死んない。じゃあこのキノコに行こう。キノコっちが変なの。古い生成プラントを探して。川の近くにある。川の近く。なんかいたぞ。なんかいた。ほら、了解。スキャンしようか。やってスキャンするのか知らない。ねえセイド、その人とは付き合い長いの？やってみるわ。気悪くしないでね。あんたってほらあんまり友達とかいなそうだからさ。スキャン完了。友達だなんて言ってない。やつが現役の頃に会ったことがあるだけだ。この辺りでは有名な賞金稼ぎだったんだ。こっちだな。だった？以来は300歳を超えてて、世界のいろんな目を見せて考えるのをやめたんだろ。なんかうち捕まってんだけど。世界はクラクラに操られてるってわめき散らすようになった。なんだ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 。仕事をやめたんだよ。ほら、なんか捕まってる。ここは隠居には悪くなさそうだけどね。俺みたいだな。なんかスターリンクの開発資金を集めようとしてた。それ B で立て直し。変人だと思われてた。オッケー、逃げるぞ。何も言わないであげる。待って、こいつ倒せないの？HP が出ないってことは倒せないんだな、俺な。やめておこう。で、画面上に黄色い鍵マークの矢印出てないかい？うん。そこに行こう。気持ち悪くなってきた。なあ、早くない？警告。あ？プリンクルバーと接触。投げるか攻撃して除去してください。投げろ、投げよう。来い。オッケー。あ、今のがビビちゃんが捕まってたやつか。うちが引っかかっても警告出ないんだね。あーららららららら、シュン。これリアルだな。飛んできまーす。ビューちゃんはあれだね、あの地上行ってた方が弱ないんじゃない？うん。俺はこれで出てよ。あれなんか出てきた。コモンだって。コモン？なんか出てきたよ。なんだ？ほら、なんか出てきた。おおおお。敵？違う。拾う。長押しだ。なんか拾った。なんか宝石拾った。さあ行こうか。まあ何かあったら拾おうか。だいたい上に上がるんだ。やったね、ここや。うん、それあのこけてる、それこけてる。ここや。ああ、そういうことか。うん、宇宙だぞ。そこブースト違う。ん、ボタンが設定逆になってるから。ああ、そうだ、ね、だだだだだ。いいね。生成プラントのようだ。ケイちゃんが早すぎるからうちが弱体化でピリ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 なこと。ああ、そう。待つよ。オッケー。オッケーじゃないと早すぎんだって。来た。でもあれだね、リーダー機と違ってフォックス早いって。これ好きだわ、この設定で。これどうしろと思う。一回地上に降りようかな。これ壊せるやつだ。長押し。そこまでだ。ここは俺のねぐらだ。顔に風穴が開く前に出ていけ。なんか武装のやつらばっかだ。話がしたい。シェイドに頼まれたんだ。シェイド。ああ、俺の話を聞く気のない愚か者か。意外じゃないな。じゃあ質問に答えてくれたらすぐに帰ろう。なるほどな。なら取引をしよう。あいにく俺はお人よしじゃないからな。協力するからにはお前さんにもそれなりのことをしてもらうぞ。たる、雑魚のくせに。生成プラントで使う鉱石を探しているんだが、まだ確認できていない種類がある。珍しいものを見つけてくれたら交渉にも応じよう。高えな交渉。問題ない。おお、すっげえ。
しいエイリアンの仲間じゃん。ここに来た理由を忘れるな。仲間より情報を得るためだろ。どこだ。鍵の方行くよ。待って、なかったぞ今。お、す、収集、あれ、あれもなんかくっついてるのこれ。採取。くっついてるの。警告、プリクルバーと接触。投げるか攻撃して除去してください。おい。あ、それはクイルハートのペット。獲物の骨は消化できないから、そのまま吐き出すんだって。なんかわあ、めっちゃくっついた。お、やってますね。くそ、重いな。接近警報、アウトローの軍事施設を検知。おい、OK、飛ぼ、飛んだ方が早いわ。いいか、船の半分ほどの大きさが光る石を探せ。それを削って持ってくるんだ。あったけど、これか、削って持ってくる。あったぞ。あ、狙われてる。あ、これ持ちながらだとも、あ、飛べないのか。敵どこ行った？地図で見るからに赤いのもうないな。終わったか。よし、帰ろう。他にはないよな。プラントに届けるって言ってるからね。じゃあ OK。あの生物は何だ。スキャンしようか。いた、ごめんな。カブトムシ、ヘラクレスオオカブトにしちゃダセな。部分スキャン完了。オッケー。 DNA データの完成。攻撃しない、攻撃しない。狙われるの俺になるんだから。俺行くよ。死なない。もうなんか生物はなんか当たんないよね。でもなんか落としたりとかしてたじゃん。ああね。あ、引っかかった。だるい。だるい。これどうやって出すの？パーツすの？これは撃って爆発させるとか、あとはその何だっけ、投げる。お、こいつは？あ、違うか。いや、これ持ってると飛べねえんだよな。まあ引っかからないように頑張っていこう。いいっすね、そっち飛べて。到着。ガン。はいはい。ほう、オープンワールドだね、本当にね。自由に動ける。これでよし。いいか、この生成プラントはエレクトラムを大量に生産できるんだ。頼みを聞いてもらったことだし、時々エレクトラムを送ってやるよ。積んで？聞け、お前さんたちが知るべきなのは世界の裏だ。物事は水面下で動き、敵は仮面をつけて暗躍する。そうだ、彼らのさらわれたキャプテンを探してる。俺たちはレギオンを操ってる奴が犯人だと睨んでる。難しいな、グラックスは滅多に姿を見せない。それが奴の名前か。ドレイクの剣もそいつの仕業か。ドレイクは奴の目と耳だ。よほどのことがない限り奴が姿を見せることはない。お前さんたちは奴を引きつけた。自分たちの目で確かめたらどうだ。お前さん何してんねん。捨てれないの。スターボタンを押してごらん。俺と同じ現象起こってるじゃねえかお前。なんかね、起動してよ、ほらコンディさん。おお。つい最近ドレイクがここを襲撃した。ほう。コアを分析すればレギオンとグラックスの情報をつかめるだろう。ほう。何か分かったら俺にも聞かせてくれ。なんか一回ひと悶着したいよね。任せろ。痛いよ、ね、ほほほじゃねえよ。よし、じゃあミッションの方行こうか。鍵でしょ。うん、飛ばすね。ほい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 。キュイーン。
早い。危ね、地上に着くとな。敵？ああ、本当だ、敵いたっぽいね。あ、クリンクルバーと接触。投げるか攻撃して除去してください。だるいぞ。敵近いのか俺。いやな、あのくっついちまったんだ。オッケー、行くよ。お、じゃあ行こう。レッツゴー。ふぅ、目的地に接近。お前さんが探してる情報は奴の脳みその中さ。そいつをハッキングしてやれ。ただし離れると強制的に中断されるから気をつけるんだな。じゃあ頑張れよ。データの解読を開始。警告。あ、レギオンの増援が接近中。撃て撃て。これ今スキャン中ってことか俺ら。オッケー。またアップしたい。ほうほうほう。レディオンの増援が到着しました。おお、さあ撃ち殺せい。おお、これ飛べねえのか。飛べるじゃん。上からの奇襲だ。よし、これで全部。データは少し破損してるが、SOS の正体は分かった。これでいいんか。一悶着あったけど、ぬるいな。それがグラックスってやつ？なんておかしな名前だ。あんた、イーライを信用しすぎてる。やつはグラックスがレギオンを操っていると思ってる。まるでグラックスと同じだよ。ねえねえ、ごめん、よくわかんないんだけどさ。グラックスって何？ああ、恐ろしい生物だ。伝説では忘れ去られし墓で数百年前に生まれたとされてる。あるいは太陽に住み、古代のウォーデンと心を交わしたとも言われる。話によって違う。ああ、つまり化け物ね。都市伝説でしょ。そんなのアウトローの作り話だよ。会話が多いな。心配しなくていい。よっと。おお、景色綺麗だなこれ。ペチャガとかしてもちょっと上手くなれてる。あんま飛ばしてないぞ。加速されて一気にメーターがビューンって伸びるんだ。なんとかなるさ。敵いたら一回戦うか。赤いの見えたら。報告。よ。付近のエレクトラルエネルギーから珍しい反応を検知。珍しい反応。見ろ。どこ？あっちだ。どこだ？オーデンの塔だな。忘れ去られた時代の遺跡で、そこに踏み入った者には貴重な宝をもたらすと言われている。ほう。でも何世紀も停止したままだ。厳重に警備されてるけどね。つまりレディオンが塔に操られてるってこと？そこが目的地だ。ほう。確認してみよう。降りなきゃダメか。行ってみよう。これか。どこだ？撃ってみよう。武器の効果がないようだ。塔で何か変わったことは起こってない。とにかく試し続けるしかない。試し続ける。反応するはずだ。あ、炎の弾薬。してるようだ。あ、違うものを使う。なるほど、どうなるか。了解。試してみよう。で、今青は溜まったってことが半分。いや、もう下がっててる。あ、じゃあまあ青をそっち撃てるんでしょ。うん、 OK。 ちょっと待って、解除するね。 OK。うわー、これどうだ。へえ、面白い。賢い。あ、いたぞ。賢いな。素晴らしい。想像以上だ。
他の塔にもパワーを加えたらどれほどのデータが集まるか想像もできない。とりあえず中にあるものを取って様子を見よう。取ったんだけど。ああ星星よ、それはウォーデンのテクノロジーだよ。古代の宇宙船を改造するのに使われていたものだ。いいね、アーウィンにも使えるかな。ああそうだ、フォックス楽しいね。僕らの機体にも使えるはずだよ。だとしたら他の塔からもまた役に立つ部品が手に入るかもしれないぞ。改造パーツを使ってみるか。コンピューターを開いてくれ。赤い方一回行ってみるか。お、とりあえず新パーツ。集めたパーツはここに表示される。機体や武器を自分好みに強化するのに使えるぞ。反射成功でライフプラス100って書いてあったよ、そっち。武器の味方の耐性プラス効果。そのままじゃないかな。安定だもんね。うん。他はいいかな。オッケー、俺はいいや。品も入れてないよ。どうぞ。いや面白いな。どこで変えるのか分かっていないうち。ん？何を変えたいんだい？本体を変えたいんかい？だったらパイロットアビリティだよ。 X Yes つけな。横それ何もじゃあ、ああじゃあそれ OK。 これシールドあるんだね、この骨。あるよ。操作性、操作性いるわ。こんなもんか。うん。これどうやって行くの。駅のコスとかコレクションとかないか。いや、コレクション見て倒せんの。よし、じゃあとりあえず地図でいう赤いところ、すぐそこ。ドライクは確かに塔に接触したはず。ここだ。どこに行ったのかわからない。赤いところで敵ってことじゃないのか。今は生成プラントに戻ってイーラーに報告をしよう。あ、これアップリンク確率レギオンのデータに侵入。接続維持のため離れないでください。敵来るぜ。レギオンの機材を確認、ハッキングを開始してください。あ、俺火になってる。ハッキングを行うと高確率でレギオンの援軍が呼び寄せられます。シェイドが奪ってきたのか。ちょっと待ってな。それでは OK、 すぐはい。やっぱ二刀流がいい。そのようです。このアーティファクトはレギオンの通信ネットワークの一部だというのが私の説明です。解読できればレギオンの通信を解読できるでしょう。ほい、オッケー。どうやって解読する。高度な演算能力がいるけど、まあなんとかなるだろう。おい、とにかくエレクトロンが必要だ。それも大量に。生成プラントに使いましょう。プロスペクターの手を借りるのです。ヤッホー。まだ何か見落としがある気がする。楽しい。ミッショントラッカーに新しい目標を追加した。確認してくれ。なんか出たそうなの。何それ。ん、ミッションを選択してくるって。ミッション、へえ、変わるんだ。ほう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 。なんかアイテムもらえるんだね、この黄色い箱。ん？どれ？え、自分の開けたやつ。開けたやつ。どこにあったかな。どこ？今さっきやろ。あ、これこれこれ。これ開いたの。なんか出たね。なんか出た。うん。あ、もうそっからかん。うん。君が全部取っちゃった。勝手にポンって入った。勝手にポンって入った。開いたら入ってた。そっか。じゃあもう行こうか。その向こうの黄色い方に。いや。いやこれ楽しい。やっぱ二刀流がいいな。アービーの普通の攻撃。これが一番いい。
あ、ちなみにシールドの貼り方わかる？これ。ここ。見えない。アービンで見えない。コントローラーがアービンで見えない。多分 Y。Y じゃなかったら X。OK？ うん、まあ君防御なんてしないもんね。スマブラでも防御しないもんね、君ね。後半でも防御しないぜ。うん。だから死ぬね。まあでもこのゲームは回避すればいいから。防御は何しろ。まあでも防御して跳ね返さなきゃいけないっていうのはあるけどね。知らな。知っとこう。さあみんな行くぞ。狩りの時間だ。お？すげえな。楽しみ。なんだなんだなんだ。どうした？なんだなんだ。え？え？ごめん、ちょっと無理だよ。ちょっと無理だよ言われたけど。ここ来たはいいけど何？ちょっと一回降りよう。あ、通信するってあるよ。オッケー。待たせたな。戻ったぞ。探し物は見つかったか？見つけてきた。レギオンを監視する方法はあるんだが、そのためには大量のエレクトラムが必要なんだ。はあ、やれやれ。この生成プラントはもう限界までエレクトラムを出してるぞ。だがお前さんがアップグレードを手伝ってくれるというなら、もっと頑張ってくれるだろうな。必要なのは採掘現場にある鉱石処理機だ。そいつを持ってきてくれればお前さんの役にも立つだろうよ。走りばっかかよ。任せてくれ。走りじゃねえか。付近のサイクロプスには注意しろ。いろいろ経験してきたが、あんなのは見たことがない。お、なんか次その場所についての情報は。100年ほど前にアトラスはエレクトラムに恵まれた場所だという噂が広まった。明日を夢見た奴らが各地から集まってきた。そしてレギオンが目覚め、今じゃこの有様だ。俺たちはそいつらの錆びて砕けた夢の名残を頂戴してるってわけだ。なんか次ちょっとボスっぽい。お、ボスじゃねこれ。敵の分析完了。氷が効くとさ、極めて有効です。極めて有効、仕方ない。カスタマイズしておこう。カスタマイズ成功。浮いてる、敵浮いてる。どこ行った？背中のノバクリスタルが発熱してるみたいだ。冷やさないと効果がなさそうだね。よ。ぐるーっと行くぜ。おら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 。一回これ地上降りた方がいいな。戦いやすいな。ほい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 。やられた？おほい。お。期待故障。痛い故障。ほら、痛い故障。変えられるんだ、アービン。銃ないね。あ、もうついてんのか。ついてる。うん。期待故障しちゃったの。故障しちゃったの。はい、実習。外すの。これは接続？接続できません。接続されてます。君は一体何がしたいんだい。これでいいのかな。今ガトリング片方ついてないよ。でもさ、うん、アービンだけどさ、初翼なくね。ああ、そういうこと。これか。うん。どっち向きだこれ。うん、こっちが正しいの。こっちが正しいの。そうやな、そうやな。これでいいんだな、うん、これでアービンだった、ね、それでアービンだ。まあ、アタッチメントつけずとも普通の銃は撃てる。うん、アービンだからね。お、なんかつけるよ。うん、つけれるよ。よくわからんけど、まあこれでよしとし。もうちょい改造してもいいんじゃない？今のつけちゃっていいんじゃない？今、羽に羽つけてるってことでしょ？こんな状態。やってみてよ。どこでやるの？もう一回。それ。ほら、すごい形になってる。それさ、羽逆にしたらどうなの？
アーヴィンの右の羽を左の羽につけたらどうなっちゃうの？なんか向きが変わる、羽の上向くか下向くかってことじゃない？へえ。なんかこれガトリングつけた方がいいかな。まあ任せるよ。いっか、これで。それでいくの？戻ってきたぞ。おおおお。あ、いて、いて、マジいて。ちょっと回復するわ。見失ったみたいに。あっか、どこだ。うわっ、あっ、うわっ、あっぶね。あ、これ多分見てる人酔うと思う、俺の画面。ちょっと回復したいな。回復のものないか、どっかに。あ、回復した回復した、今行く。あとちょっとだ。おらおらおら。おお。おお、あっぶね。お前止まってから狙われんだよ。よくやった。お、その鉱石処理機は遺跡の中にあるようだから、どうにかして中に入る方法を探らなきゃならん。まあ実況だから、まあお前の画面見てる人は楽しいだろうな、特攻だから。これか。なんかこっちの羽いかついな。あ、まだやってんの。これは何だ。ヒントウェポンで攻撃すればノバを取りやすくなります。おお、旗が立った。あ、ここもう俺らの拠点になったってことか。あ、またお前だけ宝箱開けて。みんなでこの町に移り住む。協力感謝する。あ、俺持った。立つ前に辺りを見回してみろ。いかついアビンだな、お前。物が転がっているかもしれない。青いやつに赤いやつに持ち帰ろうって。ヒートウェポンの方が一回あれだな、一応一悶着あって、まあ、ボスも倒したということで、じゃあ今回はここら辺で終わりってことにしましょうか。なんか拾ったよ。このようなコラプトノバのサンプルは貴重な資源です。どの基地でも高額で売れるでしょう。拾ったボタンで、できなかった場合、わお、できた。君は味方ごとやる気か。今の爆弾でしょ。知らない、落ちてたから。落ちてたから拾って爆弾投げてみたんじゃなくて、俺の方に投げないでくれるかな。赤いはこじこえてしろって言ってるよ。ヒートウェポンで攻撃すればノバを取りやすくなります。じゃあ最後にここの中見て終わりましょうかね。ちょっとヒートウェポンにしますね。オッケーオッケー。解析結果、ヒートウェポンで攻撃すればノバを取りやすくなります。これな、リチャージが長いんだわ。お、おお、で引っ張ると。あ、これなかなかむずいな、ゲージがむずい。おし、いた、いた。ちょ、ごめん、何、敵？違う。お、なんか拾って出たから拾って。おお、思っちゃったとか、ポンチしたら。おいおい、ゴリ押すな、ゴリ押すな、お前は。なんだ、邪魔だ。お前拾うんかい。プロスペクターにとって非常に価値があります。了解。気をつけろよ。処理機は頑丈に作られてるが、その分重い。スキッタータスクよりもだ。ほう、離陸するのは難しいかもしれん。あ、これ長押しだね。おお、お宝だ。なんだお前は。壊せるもんないかって、ブレーカーかてめえは。他には情けだね。あれ、さっきのどこ行った？うち拾ってないよ。これだ。これを持って帰ろうか。そう、持って帰んなきゃいけないんだよ、ミッション。ほうほうほう。すごい重たいんだって、
のはすごく重い。まあいや、まあこれはまあ多分つまらない感じになるから一回ここら辺で終わらせて、これ送って、こらお前はさっきの敵か、こらこらやめなさい。わかった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 、はいはい、というわけでね、じゃあこの実況はビビちゃんとビビちゃんとケイの実況でお送りいたしました。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあね。なんか拾った。それで締めるか。